皆さんこんにちは。常葉大学サイクリング同好会です。これから当サークルのご紹介をさせていただきます。それでは一緒に活動の様子を見ていきましょう。自転車でいろんな景色を見に行こう。紅葉の時期には静岡の山間部にサイクリングに行きます。動物園や水族館などに行くこともあります。動物と触れ合うと癒されますね。自然が生み出す絶景を目指してサイクリング。非日常感を味わえるので最高です。力試しで日本一の富士山に挑戦しました。標高2400メートルまで一気に駆け上がっていきます。5合目に着く頃には疲労困憊でも、達成感は格別です。箱根を登って神奈川県まで。ここは神奈川県箱根町大涌谷。活火山の箱根にテンション爆上がり。神社巡りもやってます。ここは静岡県では有名な八田山総名寺です。情緒あふれる風景に癒されてきました。サイクリングで運動した後はデザート三昧。旅先での食事も楽しみの一つです。現地でしか味わえないデザートがたくさんあります。もちろんサイクリングの後だからカロリーはゼロ。長期休暇には実家まで自転車で帰省する部員のサポートもしています。この時は静岡県から愛知県まで125キロ走りました。去年は静岡大学サイクリング部の方々と交流をさせていただきました。今年も交流会を開催する予定です。いかがでしたか？サイクリング同好会は自転車で旅行をします。旅行が好き、食べるのが好きというような方におすすめです。他大学とも交流会をしているので友達が増えます。部員の9割以上は大学から始めた初心者です。初心者大歓迎なのでサイクリング始めてみませんか？